さあ始まりましたバスケットトーク。このコーナーは毎週火曜日、フリーアナウンサーでボールトレップライターの木村ゆりさんと一緒にバスケについて熱く語っていくコーナーです。ゆりさん、今週もよろしくお願いします。お願いします。今週はまあ先週水曜日とこの週末に3試合ありまして、結構盛りだくさんでしたね。いやー、いい試合ばっかりで寝ずに見てましたね。それで、まあ、水曜日の試合には川崎と千葉っていう、まあ、僕らが注目した試合があったんですけど、はい、ちょっと話したいことがいっぱいあるんですよ。まあ、後ほどまた話すということで、はい、あとはまあ先週末の試合だと宇都宮の田臥選手が370日ぶりにコートに復帰したということで、やっぱりもちろんベンチにいらっしゃってもね、存在というものの大きさは感じますけど、コート上が似合いますよね。いや本当にそうですね。やっぱり宇都宮ファンだけじゃなくて、もうバスケファン、日本のバスケファン全体がやっぱ祝福していたというか、それがやっぱ大きなことですよね、田臥選手が出るっていうのは。はい、またこれからね、どん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 もっと調子も上がっていらっしゃると思いますから、バスケ界にとっては嬉しいニュースだと思います。そうですね。先週のバスケトークがすごい反響が大きくて、ありがとうございます。過去一番再生回数もやっぱりし、ありがたいですね。本当にいろんな方に見ていただいて本当に嬉しい。ちょっとコメントもたくさん来ていたので、いくつか紹介していこうかなって思います。はい、まず由美子さん、はい、今回も楽しかったです。エリさんの女子目線の参考になります。琉球の監督素敵ですね、今度見てみよう。ファッションチェックが、ね、ありましたからね。女子目線もね、たまにはちょっと入れて、あのいろんな賛否両論あると思うんで、うん、皆さんが思う素敵な、例えば選手ヘッドコーチの意見も聞きたいです。そうですね、はい、やっぱ女性ファンも多いですから、 B リーグ、うんうん、ありがとうございます。テッツさん、多分この方は川崎ファンですね。はい、ゲーム2観戦に来ました。2回降壇で琉球のベンチから対角線上の一番遠い場所でしたが、琉球ベンチが元気な声がよく聞こえてきました。あと川崎は入らないからってスリーポイント打たなすぎ、入らなきゃ打たんだろ、怒りマーク怒りマーク怒りマーク。だからこんな感じですね。いや、テッツさんの声、千葉戦と富山ゲーム1は届いたんじゃない？間違いない。はい、カツが入りましたね、これはカツが。そうですね、ありがとうございます。あとこれは琉球のファンの方ですね、めぐみんさん、現地にいなくともテレビで観戦してるだけで思い切り叫びたくなるくらいエナジーあふれるプレーが長所なのがキングス。これだからキングスブースターはやめらんねえよ、過去県民より。そうね、なんか癖になっちゃう、琉球のバスケとかの雰囲気、ムードって。やっぱりファンも熱いですね、やっぱ琉球はね。ねえ、メッセージ嬉しい。嬉しいですね、ありがとうございます。今後何かあったらこうやってメッセージを紹介していこうと思うので、皆さんぜひコメントよろしくお願いします。お願いします。ジェリーさん、まず順位表の振り返りからよろしくお願いします。はい、まずは B1 の東地区の順位表を確認しましょう。現在の順位はご覧の通りです。ここはやっぱり宇都宮が10連勝ということで、まだいっぱいをキープしてますね。止められませんね。いや、止められないですね。ホームでもアウェーでも無双状態というか、これでね、本当にこうやってコートに田臥選手が帰ってきましたよ、うん、もっとそんな完成形に近づきますよね、本当に。どうしようで、千葉とアルバルクもそれぞれ連勝と、やっぱりこの上位陣は本当にすごいですね。続いてはあの B1 の西地区の現在の順位表をご覧いただきます。こちらです。西地区では連勝したのがシーホース三河と大阪イベスですね。で、名古屋とかはね、連勝できそうでしたけど、まさかのね、サンロッカーズ渋谷の大逆転劇があったりして、一勝一敗になったりと。鳥肌もののゲームでしたからね。あとはなんといってもね、琉球と新州ですね。
うん、我が新州ブレイブウォリアーズが琉球ゴールデンキングスの連勝止めましたから。我がって言っちゃったけど我がこれも熱い試合でしたね。一番ある意味現在、うん、宇都宮と琉球が一番波に乗っていたと思うんですよね、うん、この一角をその連勝2桁の連勝ですから止めたっていうのは、ね、何か秘訣があったんじゃないか、後で解説します。さあ続いては B2 の順位表も確認していきたいと思います。まずは東地区からです。東地区では群馬クレインサンダーズが9連勝ということで連勝をさらに伸ばしましたね。やっぱり B1 で経験を積んできた選手たちがかなりね、B2のチームにも今回移籍をしてますけれども、そういった選手が多く擁しているチームは戦い方もやっぱりね分かってますね。違います。福島ファイヤーボンズが越谷アルファーズに2連勝して3位、越谷も、うん、今からね移籍した選手も多いから、うん、結構今シーズン好調だったと思うんですけど、うん、まさかの ね、その越谷相手に連勝で。福島今季すごい調子いいんですよね、うん、本当に楽しみです。さあ続いては B2 の順位表、西地区ご覧ください。西地区は首位は変わらず佐賀が1位ですね。でも佐賀の連勝を熊本が止めまして、ここが1勝1敗ということで、うん、すごい西地区も激戦になってきました。こうなってくるからまた面白いんです。うん、で B2 はね、あの B1 はこれから休みに入りますけど、ちょっと2週間ほど、はい、B2 はまあ試合がありますんで、まあ、来週とか僕たちも B2 中心にお届けできればなと思うんですけど。そうですね、うん、でエリさんはこの週末 B2 の試合も取材に行かれてたんですよね。そうなんですよ、初めて今シーズン行かせて、うん、あの木曜日と金曜日にアースフレンズ東京 Z さんと茨城ロポッツさんの試合があったじゃないですか、はい、なので金曜ナイター、うんうんうん、の方ですね行かせていただきました。どうでしたか雰囲気とか。なんか普段はあの蒲田駅から、うん、あ行ける大田区総合体育館でしたっけ、うん、があの会場がメインなんだと思うんですけど、今回に至っては隣の大森駅からバスだったりとか、あと京浜急行線の平和島の方から歩いていく大森スポーツセンターという場所だったので、普段の会場の雰囲気とはもしかしたらまたちょっと違うのかもしれないんですけど、一生懸命あの MC の方もすごく盛り上げて、観客も300人超えで入ってきたし、なんか一生懸命本当地元の皆さんが応援してる感じも感じていいですね。はもう好調なのが伝わってくるし、うん、面白いかったんで、試合の展開としてはねちょっとアスフレさんはちょっとなかなか厳しかったんですけど、正直ただやっぱりベテランのあの岡田雄介選手、岡田選手や、うん、あの綿貫選手がすごくキーマンで、彼らが会場にいる時っていうのは雰囲気変わりますし、うん、でベンチに下がっても東堂ヘッドコーチとともにかなりお話をされるんですよ、うん、ヘッドコーチも本当はアシスタントコーチも兼ねてほしいって言っちゃうぐらいすごく頼りにしてらっしゃって、でもお二人やっぱりプロ選手としてプロフェッショナルにやりたいっていう思いが強くて、そう今もねそうやってプレイヤーとして専念してらっしゃるんですけど、いろんな意味でチームを支えてるんだなって感じましたね。で試合はやっぱ茨城が連勝ということで、あの皆さんまんべんなく点を取られるので、そりゃ安定して強いわけだって思いましたし、あのトラソリーニ選手とか久しぶりにプレーを見られて、そうですね、やっぱり強かったし、何より一番印象深かったのは福澤選手がその中でもチームの最高得点だったこと、うん、なんかヘッドコーチにも
あの試合の後に福澤選手についてちょっと伺ってみたんですけど、うん、彼は素晴らしい活躍をしてくれたって目を細めて、うん、思わず笑顔でおしゃべりされてて、うん、で私が見たゲーム2に関しては3ポイント7本打ったんですよね確か。でも、もう3ポイント10本打ってもいいぐらいだって、だからもうね、チームとしても彼がより活躍できるようにしていきたいし、今のレベルを保って向上してほしいっておっしゃってましたよ。福澤選手は本当にね、スリーポイントのスペシャリストで、通算500本スリーポイント成功ということで、 D リーグ初ですねこれが。すごい。そんな福澤選手はタッキーがゆかりのある方なんですか？僕の同期なんですよね、うん、長野県出身なんですよ。同じ長野県出身で、結構中学校の頃とか高校の頃とかは一緒に選抜とかでプレーしたりとか、そういう機会もあったりして、だからやっぱ嬉しいですよね。やっぱそういう同じ同郷の選手がこうやって活躍してるっていうのはすごく嬉しいですね。仲間として見ていて、うん、やっぱりもうその学生時代から彼はすごかったんですか、それとももうどん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 成長してるなっていう感じなんですか？学生時代もシュート上手かったですし、はい、お兄さんもいたんですけど、お兄さんもすごいシュート上手くて、やっぱり東海に行って、東海大に行ってからすごくまた伸びたなっていう感じがしましたね。ね、素晴らしい活躍だなんて大絶賛されましたから。すごいですよね。嬉しいですね。いつ本当に B1 にね、チームを押し上げて、またやってほしいですね。ですね。うん、こうコートの周りを見ていてね、その中にね、こうコートの奥のところで立って全身でこう応援してる方がいたんですよ、うん、よく見たら、あの茨城の堀オーナーで名物オーナーね、でいらっしゃるじゃないですか。なんかこう日本だとそこまでオーナーが全面で応援しているチームってそんなに多くはないですよね、うん、あんまり見ないですね。そうですよね。 NBA だとあのダラスマーベリックスのマーク・キューバンさんとかがそうだったじゃないですか。結構もう、ね、どこにいてもベンチの近くの席でうわーって応援してるから、あ、なんか、あ、こういう方がいるの好きだなって思いました。熱い方ですよね堀さんは本当に。でオールスターもね茨城でありますから、うん、またそういうのも楽しみですね。ね、期待したいと思います、うん、はい、じゃあここからは B1 の戦いを振り返っていきましょうか。はい、まずは何といっても先週の水曜日ですね。はい、ここはやっぱり千葉と川崎のゲームですね。やっぱなんといっても、あの川崎の皆さんは先週のバスケでトークを見たのかな。全部改善されてましたよね本当に。やっぱり外国籍の選手がね2人怪我でいないという中で、チームがすごく集中してまとまってでエナジー全開だったし、みんなまんべんなくそれこそ得点も決めて、そうですね、シュートもちゃんと打ってました。やっぱ打たなきゃ入れないっていうねありましたし、この試合では3ポイントを31本チームで15本決めているので、すごいよね。すごいですよ。これだけやっぱ決まってくると、やっぱり去年の川崎じゃないですけど、スリーポイントがすごい上手いチームですから、もともとはで、これが決まってくるともう多分倒せるチームはないですね本当川崎。でもやっぱり辻選手もシーズンハイの27得点でしたけど、うん、あ、乗るべきエースが乗るとね、そうやってこう今度は若手の増田選手もキャリアハイの得点だった、23得点かなだったり、ついてくるじゃないですか。本当そうですね。辻選手は3ポイント12分の6で27得点、すごい気合い入ってましたね、うん、伝わってきました、うん、残り2分41秒ぐらいに確か同点シュートを決めたりとかで、その後ね増田選手が逆転の3ポイント決めたりとか、辻選手が乗ってくると周りも乗ってくるし、チームの雰囲気もすごい良かったですよね。そうですね、なんかね本当に、あ、気持ちがどれだけ大事なのかっていうのも感じた試合でした、うん、そうですね、うん、でその流れでいくと第9節は
川崎や富山と試合がありまして、はい、富山は今ね一番勢いがあるチームなんで、ゲーム1は現地で、うん、あの取材させていただいて、いやなんかその千葉戦の好調というかきっかけを何か掴んだのかなって思うくらい、うん、ゲーム川崎に関してはすごくエナジー全開で、うん、ディフェンスもすごく良かったですよね。すごい良かったですね。やっぱりその序盤の平均失点リーグで一番少ないっていう時の川崎が出てましたね、うん、キーマンって言いますかディフェンスの。今回で言うと僕がちょっと思ったのは新しく入ったマット・ボンズ選手、すごくやっぱり機動力がある選手なので、マブンガ選手とかソロモン選手のあの速い動きにも対応できるタイプの選手 で、あまりこれまでやっぱりカルファニー選手が怪我してからそういう選手が川崎は結構入っていたというか、そうですね、あまり機動力がある選手がいなかったので、そこがやっぱすごい大きなプラスになっていたなってすごい思いましたね。マット選手はディフェンスだけじゃなくてね、うん、得点も決めたりもしていましたし、なんかこう、ね、勢い与えるような感じのタイプでしたよね、うん、そうですね。本当に身体能力も高いですし、アリウープを決めたりしていて、ああいうプレーはやっぱりチームが勢いに乗りますからね。すごく不思議だったのが、合流して間もないわけじゃないですか、うん、これでああいう合わせのアリウープみたいなプレーってできちゃうものなんですか。いや、なかなか普段は普通はできないと思いますよ。あれは本当にすごい。試合終わってからゲーム1の後なんですけど、うん、あのニック選手にもマット選手について印象を聞いてみたんですよ、はい、そしたらもうやっぱり合流して短いから自分の中でも彼がどれだけできるのかは未知数だったって、うん、ただ、まあ、やっててすごくエナジーあふれて、いろいろボールもねプッシュしたりいろいろできるし、うん、いうのを見ていて多分それでアリウープもやってみようってなったと思うんですけど、今川崎にとって必要なピースだなって思ったって言ってました。おお、まさにそういうことですよね、うん、ああいう機動力があって動ける選手、はい、オフェンスでもディフェンスでもこうチームを活性化させられるじゃないですけど、大事ですね。そうですよね。で本人もかなりその地道に頑張るタイプ、川崎っぽいじゃないですか。なるほど。はい。で、ご自身はマット選手は自分の長所はそのやっぱりエナジーを持ってプレーするところなんだそうです。うん、で、僕ができることはすごくチームにフィットすることなんですって。どんなチームでもフィットすることで、なんとなくこう1試合やってみて B1 のトップレベルでも手応えはつかんだと。だからこれからはそのチームプレイヤーとしての自分を見てほしいって言ってました。自分のプレーとかっていうよりも。いい選手ですね。でもあとディフェンスでいうと長谷川選手とかもすごい活躍が光りましたね。技と書いて巧みねあのゲーム1に関しては、あの宇都直樹選手が相当苦しみましたね。相当何もね自由にやらせてもらえなかったですよね。で、あのマブンガ選手とかに対してもディフェンスしてましたし、うん、長谷川選手は彼の本当に得点とか数字にならないプレーっていうのは素晴らしいなって改めて思いました。でマブンガ選手もまあ得点こそ取ってましたけど、ターンオーバーが7個あったりとか全然こうやりたいようにはできてなかった。その辺がやっぱすごい川崎のディフェンスをうまくやっていたなって感じですよね。あと個人的にちょっと川崎のおまけになっちゃうんだけど、青木康則選手が、うん、あの宇都選手がこうゴール下に入っていきたい時に体張ったじゃないですか、うん、ポストプレー何度をぶつけても、うん、びくともしなかったでしょ、うん、あの時はあの試合前の練習の時のぶつかり稽古ってタッキー知ってますか。あの篠山選手とかとそう2人で体をやってやってるんだけど本当にこっちからしたら違う意味で怪我するんじゃないかってハラハラしながら見るぶつかり稽古の成果がこういうところに現れるのねって思いました
体の強さ本当にすごいですよね、青木選手。あの下半身がすごいどっしりしていて、やっぱ体幹がブレてなかったですよね、あのポストプレー当たられた時も。いや、あれは宇都選手悔しかっただろうなって思いました。いや、そうですよ、本当にああいう大型ポイントガードとのマッチアップもね、今後多いと思うんで、武器になりますね、ああいう選手を抑えられるってことはね。で、まあ、でも富山で言うと、うん、マブンガ選手は、まあ、達成した試合は負けちゃいましたけど、うん、4000得点、いや、今3人目の達成ですよね。ニック・ファジーカス選手とガードナー選手とマブンガ選手ですか。はい、でも、会見で記者陣からそういう質問が出るじゃないですか、達成もおめでとうって、うん、そしたら試合前もチームの人も周りも誰もそれを教えてくれなかったあ、そうなんですね。そうだから、ちょっとなんか思ってた答えと違う答えが入ってきました。さすがですね、マブンガ選手のやっぱりユニークですから、あの選手は本当にね、まあ、もちろんね、意識はそんなにせず、日々の積み重ねてきた結果がその4000っていう数字なのはもちろんなんですけれども、で第2戦に関してはやっぱり富山がしっかり力があるのをやり返して見事勝利しましたね。やっぱりゲーム1で川崎のもちろんディフェンスが良かったので、インサイドに全然ね、うん、いい思うようにプレーができなかったから、そうですね、これはもうゲーム2でね、改善しますよね。ゲーム2でやっぱりもう入りからもう富山がエナジー全開って感じ でそこで流れに乗ったので、川崎はもうね全部ゴテゴテになっちゃってて、最後やっぱりちょっと盛り返した時もあったじゃないですか。そこでもやっぱり、まあ、前半のねあれだけのリードされてたのすごい効いていて、やっぱりあれだと追いつけないですよね。うん、いや、すごく疑問なんだけど、うん、いや、連戦のこれが難しさと面白さだと正直思うんです、うん、お互いに修正もできるし、いろんな作戦やり直せるし、うん、ただそのディフェンスだったりが、うん、こうもうちょっと試合中になんか立て直したり、もうちょっとギア上げたりとかするできるのかって思ったり、集中力もあんなに芝戦とゲームは良かったからそのままいけるのかなとかつい期待しちゃうんだけど、うん、ああそういうのって簡単じゃないんだなって思いました。ソロモン選手がゲーム2欠場してましたよね。多分川崎は結構ソロモン対策をしっかりやってきたと思うんですよ、多分、はい、ゲーム1でもすごいできてましたし、うん、またソロモン選手がいなくなって、こうメンバーが富山のメンバーが変わって、そこの対応にちょっと苦しんだというか、なるほどね、ゲームプランがちょっとまた変わっちゃったんじゃないかなって思いましたね。そうですね、ゲーム2でやっぱり宇都選手が15得点とか、でマブンガ選手も22得点、うん、アシスト7リバウンドで、まあ、スミス選手も25得点とか、やっぱ取るべき選手がしっかり点を取ってて、でそれで周りの選手も前田選手も松脇選手も、あと橋本選手もそうですよね、すごい得点決めていて、やっぱバランスよくあれだけ決められると、川崎もなかなかディフェンスがしづらいというか、的を絞れないんで、うん、橋本選手だったり、うん、上郷選手とかも、上郷選手もそうですね、で出てきて、うん、ポンポンってスリーとか決めて、でね、スッと交代されたりとか、上郷選手とかもするんですけど、うん、皆さんが求められて与えられてる仕事をすごくちゃんとこなしている感じがして、で得点だけじゃなくて、うん、で川崎にはそのスペシャリストの長谷川選手ディフェンス面いますけど、富山にも水戸選手がいらっしゃって、やっぱり水戸選手のディフェンスとかもすごく効いてたと私は感じたんですよね、うん、本当にそうですね、適材適所で、本当にやっぱスリーポイントも、まあ、この試合そこまでは決まってなかったですけど、要所要所で橋本選手とか上郷選手が効果的に決めていて、うん、やっぱりすごいチームに勢い与えてましたね。すごく富山見てて感じたのは、うん、前田選手や松脇選手がすごく、はい、なんだろう、風格がもうすでに漂っていて、うん、なんかベテラン選手ともう本当にそんな引きを取らないぐらい堂々と本当に自信持ってプレーしてて、それの姿はすごく目に焼き付きました。あと、まあ川崎でもね、増田選手とかもいますし、ああいう若いスライダーの活躍がだんだん目立ってきましたね。でその他の試合で言うと、はい、まずは琉球と信州ですかね急に嬉しそうに話します
やこのねやっぱ琉球は11連勝してましたし、でホームですからね琉球の。そうですよね。もちろん西田になるってのは予想したんですけど、信州のディフェンスがすごかったですね。信州は昨シーズンまでね B2 に所属していました、うん、そこでもすごくナンバーワンディフェンスチームなんて言われてるんだよね、うん、でそれが B1 の優勝候補にも通用しているわけじゃないですか。そうですね。信州のそのディフェンス力の何が素晴らしいんですか。しっかりポイントを抑えられてるっていうのがまず一つあって、はい、この試合ではもう信州はもう3ポイントの中で抑えようということで、ね、もう3ポイントにはしっかりチェックに全部いったし、フリーで打たせることもほとんどなかったし、はい、実際琉球のスリーポイントも19分の4っていう、はい、そうですね、成功率 21% ぐらいに抑えられていて、で前半は特に9分の0完璧に抑えてたんですよね。信州その川崎の試合でもそうだったんですけど、はい、まあ選手すごい機動力があるじゃないですか、めちゃくちゃ、はい、川崎はまあ走られてすごい苦しんでましたけど、マクヘンリー選手がすごいエヴァンス選手にこうしっかり止めてたというか、そうですね、エヴァンスもすごい機動力があるのでエヴァンス選手のスピードに負けないぐらい対応できるので、うん、そこでやられなかったっていうのはすごい大きかったですね。マクヘンリー選手ってもともと琉球にいらっしゃったんですよね。そうですね、久しぶりに沖縄のあのアリーナでプレーして、うん、ちょっとそういうなんか嬉しさみたいのもあったのかな。なんか試合後のコメントでは久しぶりにフルで戦って大変感激しました、自分の中ではここは特別な場所、皆さんの声援を受けてプレーができ非常に嬉しかったです。やっぱり琉球への愛はね変わらずということで、なんかファンの皆さんも多分琉球のね、うん、ファンの皆さんも負けたくないし、うん、活躍してほしくないんだけど、うん、でも誰もそうだと思うんだけど、昔自分たちの応援しているチームにいた選手って活躍して嬉しくないわけないじゃないですか。本当にそうです、おっしゃる通り、ね、うん、ね、だからマクヘンリー選手のやっぱり存在と活躍は、うん、悔しいけど嬉しいんだよ、そう複雑な感じだったんじゃないかな。いすごいドラマですよね、その B2 のチームに移籍してすごいドアマットチームからもう、ね、優勝チームに導いて、で B1 に昇格して、ね、琉球のホームに帰ってきて勝利をもぎ取るっていうドラマみたいな展開ですよね。でやっぱりその琉球を止められた、もちろんディフェンスだったりっていろんな戦術をね、考えた勝久マイケルヘッドコーチのやっぱり手腕なんですかこれって。そうですね、ガード陣、琉球の岸本選手とか浪田選手ってすごい得点力があるんですけど、まあ、そこにあの三井選手とかをつけたりしていて結構大きな選手、三井選手はすごい動けるのでしっかりそのガード陣をしっかり攻撃を防いでたっていうのがすごい結構大きかったなって思いますね。そうですね、でももちろんね琉球はねもちろんそんな簡単な連敗するようなチームじゃもちろんありませんけど、うん、やっぱクーリー選手は第一戦でも全く止められてなくて、信州は24得点17リバウンドでオフェンスリバウンドも11本取られるっていう、まあ、その中でクーリー選手以外のところをしっかりと抑えたっていうのが、まあ、ゲーム1のすごい一個の大きな勝利だったなと思うんですけど、今マクヘンリー選手が試合後のコメントで、まあ、琉球は非常にタフなチームなので明日は必ず修正してくると思いますっていうことも言っていて、まあ、その通りゲーム2では琉球がしっかりと課題を修正してきて、まあ、3ポイントも22本中11本決めたりとか、クーリー選手以外の選手、エヴァンス選手とかプニム選手とか岸本選手がしっかりと得点を取っていて、ホームで連敗はしないよっていうことで1勝1敗でしたね、うん、ここは。いやでも滝沢さんのそのにじみ出る表情、嬉しさが物語ってますよ。うん、やっぱりアウェーでね一勝できるって大きなことですから、うん、でもね、いやでも、うん、面白かったな。ただちょっとあの琉球の田代選手が怪我されちゃってゲーム2出られてなかったですよね、うん、ちょっとそういうのが また気になっちゃった。そこはちょっと失敗ですね、うん、田代選手もすごいねエナジーある選手ですし、チームの精神的引きですからね、あんまりひどくないことを祈るってこと感じですよね。
他の試合で言うと、アンロッカーズ渋谷対名古屋ダイヤモンドルフィンズ、はい、ゲーム1はあのうちの吉本が現地に行ったんですけども、うん、まさか僕もちょっと試合普通に見てて、前半21点名古屋がリードして、はい、これはもう名古屋すごい最初からスイッチめちゃくちゃ入ってて、斉藤選手とか中心に、あと天傑選手とかもねすごい点決めたりしてて、あ名古屋強いわって思って見てたんですけど、でパッと目を離したらすごい渋谷が追い上げてて、後半にあれよあれよと点差を詰めて、で NBA でやってたマカドゥ選手のダンクで同点にして、そこからもうシーソーゲームで最後はベントラメ選手が逆転の3を決めて、自身の誕生日にねお祝いする形で逆転シュートを決めて大逆転勝利ですよ。ベントラメ選手って勝負強いですよね。勝負強い、本当に勝負強いです。毎回ねああいうシュート決めますし、やっぱりエナジー溢れてますよね本当に。今回の最大の得点差が27点差って、うん、これをひっくり返したのは B リーグ史上最大の点差の逆転になるんですよね。そうです、今まで26点差っていうのはあったんですけど、今回27点リードされてから逆転っていうのは B リーグ史上最大の幅ということ、ね、もちろんその27点をひっくり返すのがどれだけ大変かっていうのはね分かりますけど、うんうん、それが渋谷ができたのは何がきっかけなんですか？ディフェンスもすごい良かったんですけど、後半は、はい、後半は34失点に抑えてしっかりと守るべきところを守れてたんですけど、やっぱりオフェンスのテンポがすごかったってことですよね。で吉本がちょっとコメントをしてまして、サンロッカーズ渋谷のハイテンポバスケは、まあ、乗り出したらもう手がつけられないと、ベンドラメ選手のスリーポイントシュートを皮切りに一気にこうテンポよく乗ってったっていうのが渋谷の強さで、で第4クォーターはベンドラメ選手が10分間フル出場してるんですね。おうん、なかなか渋谷ってないじゃないですか、どんどん交代して出したりして、そうね、うん、やっぱりそこがしっかりベンドラム選手がエースとして引っ張っていってこの逆転劇を読み込んでっていう感じでしたね。なんか先ほどね千葉対川崎のゲームで辻選手、うん、打つべき人、うん、点を取るべき人が取ってチームをっていう話しましたけど、まさにこの試合でもそれがね、うん、ベンドラム選手だと思うし、で自分で点取っていくだけじゃなくて、やっぱり試合のその流れというか試合を作っていくことがすごくその後半に関してはうまくいったのかなって。そうですね、でベンドラメ選手の試合後のコメントで、一つ一つ我慢したことが勝利につながった、うん、でチーム力がサンロッカー渋谷の強さ、ここを固めて強めていきたいということを言っていて、やっぱりその27点差もあると焦って単発なオフェンスになりがちなんですけど、しっかりチームでパスを回してチームで攻めたっていう、そこが一つの逆転を呼んだ要因だったと言ってましたね。ちょっと質問なんですけど、はい、だんだん渋谷の追い上げがこう来るじゃないですか、迫ってきて、うん、で名古屋はちょっとうまくいかなくて得点伸びなかったりするでしょ、うん、で迫ってきてるときって結構なんとなく感覚的にヘッドコーチさんはタイムアウト取って流れ切ったり、ね、選手もちろん入れ替えたりいろいろするんだけど、でもなんか梶山ヘッドコーチは今回に関してはすごく我慢強く、そうですねと取られなかったから、うん、それってでも普通なんですか、それとも珍しいんですかね。いやでもタイムアウト取りたかったと思いますけど、はい、やっぱりチームの流れというか、チームで何とかしてほしかったっていう思いもあったんじゃないかなと思って。あ、なるほどね。前半あれだけいいプレーしてたんで、自分たちでしっかり盛り返して、はい、からまたリード広げろよっていうのもあったんじゃないかなとは思いますけどね。だからタイムアウト一つもね、取る取らないとか、うん、取ってどうしてるとかっていうのも、見るのってすごく面白いんだなって思いました。そうですね、まあ、あれが渋谷にとっては逆にこうエンジンというか乗っていけちゃった要因ではあったなと思いますけどね。もしかしたら逆にあの時どっかでタイムアウトを取っていた方が、ね、まあ、名古屋のね選手たちは自分たちでっていう信頼はあれですけど、渋谷の流れを切ることはもしかしたらできたかもしれない、たらればですけど。そうですね、
なるほど。で、まあゲーム2はね、今度逆にもう名古屋がエナジー全開で、はい、最初から最後まで結構名古屋の流れで勝利したんですけど、名古屋がやっぱりこの斉藤匠選手っていうのが一つ今季大きなキーになっていて、吉本のコメントでも、うん、斉藤匠選手がすごいいいと、うん、速さがやっぱり一級品だし、もう止められないですよ誰も、あのスピードで出てきたら必ず存在感を発揮していて、で、まあ、昨シーズンより得点とかアシストは減ってるんですけど、フィールドゴール成功率、シュート成功率は 50% を超えているので、すごい質の高いプレーをしているという斉藤選手ですよね。名古屋はやっぱり他にもいい選手いっぱい揃ってるじゃないですか。はい、エアーズ選手もそうですしね、バーレル選手もいますし、まあ、富山からライオンズ選手とかもいたりして、やっぱりこういう選手たちがまんべんなく得点を取れるっていうのはすごい強みなんで、なんか斉藤選手がいらっしゃって、例えば1回ね、うん、戻られて、でも交代に入ってきた時って、うん、やっぱり空気変わるんですよね。そうですね、あの一気にこう試合のテンポも変えてくれますし、本当にいいポイントがありますよね。で、日曜日の試合に関しては 2-for-1 としては横浜 B ポルスヤーズ対シーホース三河の試合に取材に行きまして、で、まあ、この試合もすごい熱かったんですけど、面白かったです。面白かったですよね。前半は本当に横浜のペースで、ね、すごいディフェンスも良くて、1クォーターが24秒バイオレーション2回あったりとか、うん、24秒ギリギリまで打てないっていうタイミングも2回ぐらいあったんで、はい、すごい横浜がねエナジー全開でディフェンスもすごい良かったんですけど、まあ、特に金丸選手をねうまく抑えていて、アキチェンバース選手のディフェンスすごいですね。いやーすごかったですよね。うん、特に1クォーターの残り2分ぐらいまでチェンバース出てたんですけど、うん、ここはもう完全に金丸選手を無得点に抑えていて、であれはやっぱりフェイスガード、うん、もう顔と顔ぐらいの距離でしっかりディフェンスをマークするっていう、そこ徹底してましたね、チェンバース選手は。だって秋選手があのベンチに行った途端になんか金丸さん本領発揮みたいな、うん、そうですね、下がった瞬間にジャンプシュート2本決められちゃってまして、びっくりしました。やっぱりチェンバース選手191センチあって手足も長いんで、結構金丸選手がするとシュートしづらいというディフェンスされて嫌な選手だと思うんですよね、うん、交代した秋山選手のがちょっとサイズが低い、うんうん、金丸選手のはやっぱ高さがあるので、はい、やっぱり金丸選手って本当にこのぐらいの距離であってもシュート決められる選手なんで、やられてましたね。でもあの昨シーズンまでのニコルとは全く違う、そうですね、ね、前半からアグレッシブに効いてましたし、うん、印象が全然違います。やっぱりロバート・カーター選手とか、はい、あとパトリック・アーダー選手とか、結構外国籍の選手も素晴らしい活躍してますし、で、まあ、日本人選手もね結構入れ替わったりして、森川選手なんかはこの試合2桁得点取ってましたけど、最後入れば同点っていうスリーポイントシュートを外しちゃったんですよ、4クォーターの最後の場面で、うん、そこで、まあ、それを決めていればね試合どうなったか分かんないっていう中で、最後インタビューの時に泣いちゃって悔しさで、もう次ああいう場面があったら絶対に決めて勝利につなげたいってことを泣きながら言っていて、すごいそれがグッときまして、うん、まだこんなシーズン序盤でね、これから試合もいっぱいあるのに、それだけ悔しさをにじませてね、闘志あふれるプレーをしていて、まあ、このチームは本当にこれからどんどん勝ち星を上げられるチームになるなっていうのをすごい思いましたね。なんかこう森川選手のそういう姿だったり言葉とかって、責任感もねもちろんあると思うんだけど、うん、対戦相手が古巣だったじゃないですか。そうですね。だからなんだろう、成長した自分とかを見せたいみたいな、でね、フルス相手にっていう思いもあったと思うから、うわ、すごいあると思いますね。より多分決めて見せたかったんだろうなっていうのが伝わってきましたね。そうですね。逆に三河は元ね横浜のエースだった川村選手が、はい、1ポイント4本目で12得点とか、
まあ、金丸選手が22得点とか、ウィキングトン選手が24得点とか、本当にね、オフェンスは申し分ないですね、側に関しては。ただちょっとディフェンスが昨シーズンまでちょっとね、ダメだったって、今シーズン結構改善してたんですけど、またちょっとここに来てディフェンスがちょっと失点が増えてきていて、新州戦の第2戦は、まあ、87失点。うん、水曜日の島根戦では101失点、ちょっと気持ちが切れる部分があったっていうのを鈴木文和ヘッドコーチがおっしゃっていて、うん、まあ、この試合では最後まで40分間集中できて気持ちを切らさなかったことでこう接戦を勝ち切れたとおっしゃっていて、すごいここが一個自信になるというか、チームとしてのプレーができたので、ここからまた一気に浮上していくきっかけになるんじゃないかなってことはおっしゃってましたね。あとはガードナー選手が第2クォーターちょっとイライラしていて、はい、テクニカルファウル取られたんですよね。ありましたね、うん、でそこで鈴木ヘッドコーチが下げて、で第3クォーターはガードナー選手はスタメンじゃなくてウィティングトン選手をスタメンに入れて、でその起用もすごい的中しまして、ウィティングトン選手が8得点したりとか、パスもしっかり回して、すごい第3クォーターでいい流れをリカはつかめたので、で第4クォーターはまたガードの選手が復帰して、チームとしてすごいいいリズムでプレーができてたので、やっぱそういうところのね、手腕というかヘッドコーチの技もありましたね。でここから B リーグは、まあ、約2週間試合が空きまして、次の試合が12月2日、うん、曜日ですね。 B1 は個人的にでもね、実はこの12月2日気になる試合が結構いっぱいあって、うん、確かに結構熱いですよ。三河龍とか、うん、西の強豪同士がまず当たるし、そうですね。で今回あの星分け合いました川崎と富山はそれぞれ富山が東京、川崎宇都宮っていう、またあのディフェンスが強いチームにね、対戦するので、うん、なんかこうみんなそれぞれたくさん準備してどんな展開見せるのかなっていうのは注目してます。川崎と宇都宮は熱いですねなんかみんなさ、因縁の対決って言わせたがるよねいやでもね、お互い今上位ですし、宇都宮は10連勝中ですから。宇都宮との試合はね、毎回ねすごく面白いんですよ。うん、そういう印象があります、うん、だからなんか勝敗も大事なんだけど、一人のバスケットボールファンとして楽しみな一戦っていう位置づけでも、また2週間空きますからね、それぞれチームで練習も重ねていくと思いますし、はい、また仕上がってくると思うんで、チームもそうですね、楽しみですね。で今週末は、まあ、B1 がないので B2 があるんですけど、試合は、はい、注目としては群馬クレインサンダーズ対茨城ロボッツ、うん、まあ、エリさんがね取材された茨城ロボッツと今東地区現在1位の群馬クレインサンダーズ、どちらも昇格を目指してね本気で戦ってますから、めちゃくちゃ結構ね、まあ、熱いですね。茨城はやっぱり福澤選手がね、うんうん、活躍して勝利をつかんでほしいと思いますし、でも群馬もね簡単じゃないですよね。マイケル・パーカー選手とかいますからね、楽しみ。来週はまあこの試合も含めて B2 の試合を振り返ってきたと思うので、だってもしかしたらおまけ企画があるかもしれないですよねおまけ企画あるかもしれないので、そこも楽しみです来週も見ていただきたいと思います。エリさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週、皆さんコメント待ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。